はい、ではこちら毛糸の束ができました。まあ、大体これぐらいあれば十分じゃないかと思うんですけどね。適当です。適当で OK です。多くても少なくても、まあ、あまり少ないと寂しいので、その辺は自分でこれぐらい欲しいなっていうぐらいでいいと思います。で、もう一個てっぺんに縛るのにちょっと短めの毛糸、これ1本だとちょっと寂しいので、リボン代わりになるように5本今寄りました。ね、真ん中、まあ、大体真ん中でいいです。ここ折ってみて、テレンと下げてみて、あ、ここが大体真ん中だなっていうところを縛りましょう。で、縛るときはこう回しますよね。で、必ず ここで急にもう肩結びをしてしまうのではなくて、ぐるっと一周してください。一周することで動かなくなります。抜けたりすることが少なくなりますので、一周してから肩結びをしてください。あの、肩結びでいいので何も難しくはないと思います。ちょっとくるんと回転したら毛糸が止まってしまいました。結び目のここでキュッと肩結びをしました。ただ肩結びをしただけです。で、この肩結び、あの、新聞留めるのと同じなんですけど、キュッてやったら、あの、45度ぐらい向きを変えて、もう一回キュッと反対方向に引っ張ります。これでだいぶ動かなくなります。今回何も難しいことしませんので、本当にすぐにお子さんとご一緒にできると思います。で、てっぺんにそのままもう一回縛ります。これは固定できればいいので、すぐ肩結びしちゃっても全然構わないです。動いちゃうようだったら一周してもいいです。さっきぐらいの長さがあれば、苗の時に蝶結びぐらいはできると思います。ちょっと長さが一個短歩になっちゃいましたけど、切っちゃえば揃いますね。で、こっちの袋になっているところもハサミを入れて切り開いちゃいます。何もしませんよ。これ切り開くの面倒なんで、サクッと下を切っちゃいました。で、あの、ごめんなさい、ちょっと言い忘れてた。この頂点に来るところ、毛糸の結び目が見えますので、嫌だったらここに何かつけるとか、あとはこのリボンの結び目自体、蝶結びの結び目自体をこっちに持ってくるとかしてあげてください。なんかよく上からリボンがこうザーッとゆっくりありますね。簡単に、あの感じにとりあえずキュッとしてみました。で、いつもの通りビニール袋を敷いてそこに入れてみました。ちょっとこれはね、足元がスカスカなんですね。で、ここで出てくるのが手芸用の綿、これぐらいあればできると思います。よく伸びますので、ちっちゃくこうよく伸ばして、綿で隠しちゃうこともできますので、そんなに気にしないでください。細く伸ばして、細くなくてもいいですよ。綿綿、やっぱり綿はあるといいですね。
そんなに大したことやってないのは分かると思うんですけど、で雪がつきました。でここに、まあ、色はなくても全然いいですよ。松ぼっくりを刺します。だいぶ釣りっぽくなってきましたね。でもしこれだけでも、まあ、これっぽく見えると思うんですけど、もしさらにあればお人形を乗っけてみたりとかすると可愛いですね。あとはこんなピックがあったら、こういう飾りがあったらつけてみるとか、あんまり上につけすぎても上が頭でっかちになっちゃうので、上ちょっとつけたら下の方につけてあげるのが可愛いかと思います。で、こんなのを引くと、あら、今私何分かかったでしょうか。そんなにかかっていないと思います。クリスマスツリーができます。ちょっとこんなの、これはペーパーナプキンですね。でもいいかな。はい、超簡単に簡易式クリスマスツリーができました。これはもちろんただ下げてもいいし、このなんかデロデロンとしてるのが嫌だったら、こうくるくるねじるとまた雰囲気変わりますよね。ぐるんぐるんとねじって、これ全部じゃなくて、だから数本やっても可愛いと思います。ねじったらここ縛らないと指離したら取れちゃいますからね。みたいになるし、これも可愛いんじゃないでしょうか。ま、6本中3本ねじるとかそういうのでも可愛いと思います。もうあのこれやっちゃいけないとか、こうしなきゃいけないとか何にもないので遊んでください。あの私も毎年、私はこんなのどうだろうっていう思いつきで作っています。今回のもそうです。毛糸使ってみようって思ったのは、この間ちょっと100円均一をブラブラしてた時に、こう可愛いこんなカラフルミックスの毛糸、これもそうなんですけど、あらこんな毛糸まで今100円均一で売ってるんだと思って、可愛いから使っちゃおうって思っただけなんです。なのでそんなに、そしてクリスマスコーナーに売っている雑貨屋さんとかね、あのに行って、クリスマスコーナーにあるものしか使えないわけじゃ全然ありませんから、もう頭を柔らかくして可愛いものは何でも使っちゃってください。さっきよりねじったらすっきりしたと思います。こんな感じに一つできました。